そこのお嬢さんどちらまで行くおつもりでああ。うちの大将とそっちの姫さんが結婚したのを報告しに行くんだ。自分の主君のとこに。悪いけど、そうはさせねえ。あれは大将がやっと見つけた理想の女なんでな。返すわけにはいかねえんだわ。それに見たろ 姫さんが大衆の血飲んで鬼になるとこ。姫さんはもう人間には戻れねえよ。諦めな。そっか。任務の遂行が最優先事項か。ならしゃーねえな。お前、潰すわ。今ここで。ああ、ちょこまかとうっとうしいな やっと捕まえたぜ、くのいちちゃん。もうその忍術、通行細工は通用しねえ。諦めな。あ,あこんなんじゃ蚊に刺された程度の痛みしか感じないけど相手が悪かったなあ。俺も鬼なんでな。その程度の力じゃかすり傷が咳の山なんだわ。 そういや、自己紹介してなかったっけ俺は茨城同士。ここでは二番目に強い鬼だから、覚えといた損はないぞ。いや、話せって言われておとなしく話す鬼がどこにいんだよ。さーて、どうすっか。人間の女なんて捕まえようと思えばいつでも捕まえられるし。あ 医勢がいいな。まるであの姫さんそっくりだ。面白い術も使うし。そうだな。お前は俺の戦利品にするか。ああ、俺の女になるっつってんだよ。弱い女より強い女の方がいいに決まってるしな。この俺に刃を突き立てる度胸もあるし。ああ、こいつに決めた。 なあ、くのいちちゃん。鬼ってのも案外悪くねえぞ。鬼専用の術、奇術って知ってるかそれの一部をちょっとだけ見せてやるよ。どうだ面白い映像だったら、お前が鬼どもに衣服を剥ぎ取られ、寄ってたかって療辱される。 そういう幻を見せてやったんだが。失禁 <laughs> 出勤するほどきつかったかそりゃすまんこって。<laughs> やりすぎたこと謝るわ。ちょっと繊維くじくためにやっただけだから、もうやらねえ。でも、これでわかったら鬼に逆らうことがどれほど恐ろしいか。 涙で顔ぐしゃぐしゃじゃん。悪かったって。なあ俺のそばにいりゃあ、あんなことにはならねえよ。ああ、お前のことは俺が守ってやるから。なあああ、でも、一応保険はかけとくか。さ、鬼どもに領辱されないための保険。 さっき言った通り、お前も鬼になればいいんだよ。俺の血を飲めば、お前も立派な鬼になれる。体が俺の血に適合すればの話だけど。なる大丈夫。鬼になったら、今とは比べ物にならないくらい強くなれるから。あんな風に凌辱されずに済む力が手に入る。どうだ 乗らない手はないだろういい子だ。ちょい待ってな。舌噛んで血出すから。よし口打ちで飲ますぜ。<laughs> <laughs> ちゃんと飲み込んだか いいじゃん聞いてる聞いてるほれ深呼吸自我をしっかり保てじゃないと立派な鬼になれねえぞよしよしその調子そのままゆっくりなうーんいい感じじゃん帰化完了ってな <laughs> お前 今日から俺の嫁な。俺のことは旦那様って呼んでくれると嬉しい。よし。心もちゃんと鬼になったな。完璧。大将にも報告しなくちゃね。俺にも可愛い嫁さんができましたよって。